たりするのかな。あと19キロ。普通の街だね。ちょくちょく下向いてるのはカーナビを見てます。これです、西宮警察ですね。ガソリン高いね。157円。こういうのは大都市ほど高いんですよね。ここはコロナワクチン、すごい体育館みたいな立派な、しばらくちょっともうなんか大丈夫でしたよ。すっきりマンションだらけ。あ、鉄道だ。阪急線ですね。阪急線。
そうだ。そろそろスタンドがあったら行くよ。車の風を聞いて吐く音と二人の鼓動だけが夜明け前の部屋に響くよ。ありがとう君を。山手幹線このライフっていうのは結構関西多いですね。北口。おお、すごいね。ビルがでかい。で、すぐ信号だ。今のところガソリン消費は600円ぐらいですね。で、ちょうど出発した時の餃子はこんな感じで600円、1000円ぐらいで行けるんですね。大阪、岡山がバイクだとね。ああ、すごい。これ駅前なんだね。あと15キロ、15キロだったら歩いてもいけんな。ほんとか。投げ。
動かない。ああ、逃げ足しでねえ。マックガソリンエネオス、あ、エネオスなんかバカじゃねえ。シャイウェイまだいいか。君だ、左側にあるスタンド入ろう。10時前に到着できる。投げ、なんかイメージが町田みたいな感じですね。町田みたいな感じだ、この辺りは。今俺の荷物こんなんだよな。あれかな、左方向。あれだ、河原木。ガソリンスタンドの全部反対側だね。まあ慎重に行こう。あと40分で到着。今までと違うのはやっぱ信号で止まる回数が多いな。向こう側
時を回ってます。暑いね。山でホテル出た時は寒かったけど、街寄ると暑い。ないね。
今日2号線なんだろうね。あ、2号線だ。岡山に。とんかつか。